はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は巡礼の祝祭について情報出たんで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていくんですが、巡礼の祝祭第1弾ということで、今回キャンペーンとしては4月2日から4月16日の1週間、2週間あるって感じですね。で、これの概要に関してなんですが、サーバント、配布サーバントを獲得できるアイテム巡礼の刃が新たに追加、過去に開催されたイベントの配布サーバントを巡礼の刃を使用することによって獲得できるようになりました。で、この巡礼の刃を獲得に関しては、期間限定ではなく、恒常的にダヴィンチ工房の巡礼の刃交換のラインナップに追加されます。その第1弾として金時、主典、フォアトルさん、この3機がいろいろ追加されたという感じですね。はい、ということで、まあいろいろ見ていくんですが、巡礼の祝祭、巡礼の刃で獲得できる配布サーバントが追加されたことを記念して実施する期間限定のキャンペーンとなります。で、なんかね、ちゃんとイラストがあるんですよ。って思ったんだけど、まあいろんな意味でいいのかなとか思ったりしているんで、まあここら辺もいろいろちゃんと見る方は見といた方がいいかなと思います。で、今回ですね、特別の日替わりログインボーナスとかマスターミッション等でいろいろ入手できるとか、カムバックログインボーナスもキャンペーンするよとか書いているんで、ここら辺全部詳しく見ていけたらいいなと思います。ではまず1つ目、過去の配布サーバントの獲得やサーバントコインなどと交換ができる新アイテム巡礼の刃が追加ということで、巡礼の刃新しく今回から追加されました。で、第1弾では金時、コアトル、シュテンちゃんが追加されています。で、今後も獲得できる配布サーバントを追加していく予定ですと書いているんですが、巡礼の刃どれぐらい必要なのかっていうのを見ていきます。金時に関して、まあ、全てのサーバント一緒なんですが、まず宝具レベル5にしようと思った際に1000枚の巡礼の刃が必要となります。で、そこから再臨するために200枚の巡礼の刃が必要となります。なので、アペンドを除いた上で宝具レベル5にしようと思った際、巡礼の刃が合計1200枚必要となるっていう感じですね。で、そこからサーバントコインに関して、これね、獲得回数って書いてると思うんですが、48回 ×50 枚なんですよ。なので、掛け算すると2400枚必要となっているんで、再臨と宝具レベル5の1200枚、アペンド開けるの2400枚、これをガッチャンコすると合計全ていろいろやっていこうって思ったら3600枚の巡礼の刃が必要となるという形になっているんで、そこだけ注意が必要かなと思います。で、これに関してはもう全てのサーバント同じとなっているんで、まあ基本全てのサーバントいろいろ全部やっていこうって思うんだったら3600枚集めておけば OK かなと思います。ただ、まあアペンドとかあんま興味ねえやって思う方に関しては、どちらかっていうと1200枚っていうのを基準にやっていけばいいのかなっていう感じかな。はい、で、次、あ、ここですね、巡礼の刃で累計6枚目以降の配布サーバントを獲得してもレアプリズムは入手することができないんで、そこだけ注意してくださいって感じですね。まあこれに関してはまあじゃないよねっていう感じです。で、次、巡礼の刃の獲得方法なんですが、マスターミッションに工場で追加されるデイリーミッションおよびエクストラミッションで追加可能となっております。なので、そこら辺も見ていくんですが、その前に、金時とかシュテンちゃんのなんか詳細が書いているんで、まあ、気になる方はこちらご覧ください。まあって言っても解説動画等に関しては、先日上げておりますので、そちら確認してもらえればいいかなと思います。多分右上ぐらいにびっくりマーク出ています。で、次、巡礼の刃特別日替わりログインボーナスということで、今回ログインしておくと巡礼の刃1200枚と石30個入手できるキャンペーンが行われます。で、プレゼント受け取りに関しては不意気をクリアしているマスターのみが可能って感じですね。で、このキャンペーンに関してはめちゃくちゃ長いです。4月3日から、4月30日まであるということで、まあ、4月30日までちゃんとログインし続けると石30個もらうことが可能となっているんで、まあこれに関しては石30個のためにとりあえずガンガン、ログインしておく、ログインだけはしておくというのでいいんじゃないかなと思います。で、次、マスターミッションに巡礼の祝祭第1弾ミッション追加ということで、マスターミッションの限定タブ内にいろいろ追加されました。はい、これに関して全てのミッションをクリアすると巡礼の刃100枚と聖杯1個、石30個入手できます。で、クエストに関しては種火集めろ、フリックエクリアしよう、クリアして、あとはコアトル、
主天ちゃん金時のレベルを40以上に上げろ、これをすることによって石30個の巡礼の葉100枚聖杯1個を入手することが可能となっているんで、これもやり得なんでとりあえずやっておけばいいかなと思います。マスターミッションの開催期間は4月16日となっているんで、ちょっとそこだけ注意が必要かなって感じですね。はい。で、工場マスターミッションにメインクエストクリアミッション追加ということで、これに関して全てのミッションクリアすると、巡礼の葉4500枚を入手することが可能となります。で、これに関しては冬季からソロモンクリアすると、4500枚入手できる、まあ実質あれですね、配布サーバント全てアペンドを除くんですが、交換することが可能となるっていうミッションが追加されるんで、これに関してはとりあえずやっておいて損はないかなと思います。そして次、工場でデイリーミッションのクリア報酬に巡礼の葉を追加ということで、クエストクリアせよっていうのがあると思うんですが、それの全てのデイリーミッションクリアせよに巡礼の葉30枚が追加されます。で、まあこれに関してはチリツモだね。毎日やっていると900枚の巡礼の葉を入手することが可能となるんで、まあ一応エクストラミッション等でね、いろいろ入手することが可能となってはいると思うんですが、結局このデイリーミッションに関してもやり得、やっておかないと配布サーバント今後いっぱい増えてきた際に交換できないよっていう場面があるかもしれなかったりするんで、まあこれに関しては基本やっていく巡礼の葉を交換するためにデイリーミッションに関してはとりあえず毎回3回やっておくっていうのが重要になってくるのかなと思います。で、次、ここからは、関連サーバントの強化ですね。関連サーバントの強化獲得経験値が2倍になるということで、今のうちに配布サーバントを育成しておきましょう。そして次、期間限定でサーバントの強化大成功極大発生率が2倍にということで、まあ今のうちにサーバント育成しておくっていうので OK です。そして次、サーバント強化に必要な消費 QP が2分の1ということで、お、いいなと思うかもしれないんですが、ここ注意点です。サーバントのスキル強化、霊気再臨、絆上限解放、コマンドカードの刻印強化、アペンド強化、サーバントの宝具強化、聖杯天輪、霊解放は対象外となるんで注意してくださいということで、まあ基本気にしないでいいです。はい。なんかサーバントを育成するときに、あれ、なんか QP の消費いつもより少ないな、おまけ程度で思ってもらえれば OK です。で、次、対象となる種火集めを期間限定で全日開放、種火集めの消費 AP を2分の1にということで、対象のクエスト日替わりで種火集めのライダーとセイバー、キャスターとアーチャーのやつが追加されます。また期間限定中全ての種火集めの消費 AP が2分の1になりますと書いているんで、まあこの機会にとりあえずガンガン種火集めに関してはしていけばいいかなと思います。まあ超級、極級ですねの AP 消費が 20半分となっているんで、めっちゃ噛んだな、半分となっているんで、基本これに関しては今サーバント育成したいなと思う方に関しては集め得となっているんで、ガン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 集めていけばいいかなと思います。そして次、ここですね、第1弾関連サーバントは期間限定で全てのクエストでボーナス獲得ということで、あの金時としてんちゃん、コアトルさん、全てのフリークエスト込みでボーナスがつきます。で、これに関してなんだけど、まあ確かに火力がアップするということで周回等で使える場面が増えて OK かなと思うんですが、後々ワンチャンね、あのこの強化がなくなった時に、あれ足りないんだけど、ん、宝具めっちゃこれぐらい、さっきまで20万出てたのに、なんかキャンペーン終わったら 10万ぐらいしか出ない、え、バグかみたいなね、あの事故が生まれたりする可能性っていうのがあったりするんで、そこだけ注意してください。まあ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 、今のうちにこのキャラクターを使って周回するっていう意味ではプラスになるかなとか思ったりするんで、まあそこはうまいことしていけばいいのかなっていう感じです。で、次、コアトルさんの簡易霊解放権をダヴィンチ工房に追加ということで、コアトルさんの霊ですね、まあ2つあるんですが、これマナプリズム、500-500で交換することが可能となっています。で、まあこれに関しては欲しかったら交換するみたいな感じでいいと思うんで、まあ好きだったら交換しておきましょう。以上で、コアトルさんの宝具とかあるんですが気にしないでいいです。で、次、スタートダッシュログインボーナスの一部報酬が2倍にということで、まあ今から FG を始める人お得だよってなってるんで、今から FG を始めればいいかなと思います。で、次、カムバックログインボーナスがあるんですが、今回からいろいろ追加されていきます。
で4月1日から5月1日にあって、プレゼント対象に関しては3月1日3月31日の期間ログインしていないマスターは石60個入手することが可能となっているんで、まあちょっとここ最近 FGO ログイン全然しなかったなっていう方に関してはログインして石獲得するっていうのでいいんじゃないかなと思います。はい。でそれ以外にもね、いろいろフレンドポイントとかも獲得できる石も、金リンゴですね、等も獲得できるんで、まあとりあえず今のうちにログインだけはしておきましょう。ということでラストですね、巡礼の祝祭第1弾ピックアップ召喚ということで、金時、ホアトルさん、チテンちゃん、そして水着マルタ、ツナさん、バラキーちゃんのピックアップが来るっていう感じです。でこれ期間限定でチテンちゃんと金時、マルタさんのルーラー、ストーリー召喚でコアトルさん、工場でツナ、バラキーちゃんがいるっていう感じですね。はい。なのでそれだけ言うと結構希少価値だけで言うと高い感じとなっております。で、今回のピックアップのスケジュールなんですが、2日から9日までが金時、4日から11日がシュテンちゃんとバラキーちゃん、6日から、13日までが、コアトルさんのピックアップとなっているんで、まあ欲しいなと思う方に関しては引きに行くみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。まあ俺個人としてはやっぱり金時がね、現環境今でも強いキャラクターとなっているんで、まあそこら辺狙いに行くみたいな感じでいいのかなっていう感じかな。はい。で、サーバントの強化等は今回されていないので、まあ本当に90プラプラ見込むでいろいろ引くんだったら金時引きに行くとか、まあいろいろやっていけばいいかなと思います。はい。ということで、今回巡礼の祝祭についての詳細見てきたんですが、こんな感じとなっております。で、一応ねショップ見てもらったらわかるんですが、巡礼の葉の交換がここで可能となってます。はい。合計巡礼の葉200枚必要とか、800枚必要とか、サーバントコインに関しては2400枚必要とかいろいろ書いているんで、とりあえずこれをめどにいろいろ考えていけばいいかなと思います。はい。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。